中村邦子1月21日から1996年9月1日は、日本の声楽家、音楽教育者。旧姓、大場。東京出身。1959年、東京芸術大学音楽学部声楽科卒業。畑中良介、畑中公よ、伊藤京子、リリー・コラーに支持。在学中の1958年にデビュー。以後、2機会。 東京室内歌劇場を中心に多数のオペラに出演しており、昭和音楽大学オペラ情報センターだけでも58回の出演歴が記録されている。歌曲や宗教曲等でも活躍。特に日本歌曲においてリサイタル等で活躍し、多くの録音も残している。また、ボルフガング・サバリッシュ来日の際のシューマン、ゲーテヌ・ファウストからの情景で、 NHK 公共楽団と共演するなど、コンサートでも活躍した。1989年ユーロパリア89ジャパンに招待される、武蔵野音楽大学講師を経て、助教授を務めた。文科生には、山口香里佐伯洋子、志村君恵、石原里恵山崎洋子、高田忠大、山村るみ、町田由美子、金子道子、 北島千尋などがいる。元日記会会員、元東京室内歌劇場会員1996年9月1日廃贋のダメ生居。60歳没。オムニバス CD の一部は中村邦子歌唱の曲のみを MP3 ダウンロードで入手できるものもある。ABCDEFGHIJ 中村邦子。コトバンク。2020年3月9日閲覧。 ABC、中村邦子。日本人、オペラ名鑑2020年3月9日閲覧。デビューについて、コトバンクでは、スザンナとなっているが、昭和音楽大学オペラ情報センターでは2機会、フィガロの結婚、花娘となっている。また、日本人、オペラ名鑑では、デビューは、1958年、慶応義塾100年記念の若杉広史式。 長竹義行演出、メノッティの電話のルーシーと言われます。公式プロフィールには、1958年東京で、芸大オペラで、スザンナを歌って、デビューと書かれています。と記載されている、大場く子昭和音楽大学オペラ情報センター、2020年3月9日閲覧、中村邦子昭和音楽大学オペラ情報センター、 2020年3月9日閲覧。サバリッシュ演奏会全記録。ヒストリー・オブ・ミュージック・クラシック音楽家の年譜。岩田幸雄編。2020年3月9日閲覧。教室講師のご紹介。フォレスト・ミュージック。2020年3月9日閲覧。クリスマス・ロビー・コンサート。福岡市中央市民センター。2020年3月9日閲覧。 かけるインタビュー40、プロフィール。マザール。2020年3月9日閲覧。ホスピタルコンセール。眼検有明病院。2020年3月9日閲覧。講師紹介。ジュニアコーラスフェアリーズ。2020年3月9日閲覧。クラフトメンバー紹介。ポストモダンミュージックコラボレーション。2020年3月9日閲覧。山村ルミソプラノ。 IMT 伊勢音楽劇場。2020年3月9日閲覧。うばら京50周年記念演奏会。石岡市。2020年3月9日閲覧。第9回ディナーコンサート。ティーズレストラン。2020年3月9日閲覧。歌ってみよう。発声法入門。林田ピアノアトリエ。2020年3月9日閲覧。AB ウィキペディア。 ジローオペラ賞一覧を参照 S51S61 芸術最小一覧文化庁。2020年3月9日閲覧ありがとうございます